はい、皆さんこんにちは、坂木敦でございます。5時半を回りましたですね。6月は15日の土曜日でございまして、これは昨日出たですね、共同通信に出ている記事ですね。19時59分ですね、昨日の夜ですね。万博で空飛ぶ車商業運行断念、スカイドライブ25年の目玉、舞い上がらへんのということですね。スカイドライブ、愛知県豊田市、これ何、豊田系ですか、は14日、2025年を大阪・関西万博の目玉、空飛ぶ車について万博では乗客を乗せずにデモフライトを行うと発表した。乗客を乗せる商用運航を模索していたが、事実上の断念を表明した形となった。万博自体来年開催されるかどうかわからへんやん、そんなもしかしたらあかんやん。開発中の機体はモーターとプロペラを備え、パイロット1人と乗客2人が搭乗できる。乗客2人でえらいせこいな、5人ぐらい乗らへんの。垂直離着陸が可能で、海上輸送に使う予定だった。2人ぐらい運んでもしゃあないやろ。スカイドライブは同日、空飛ぶ車の形式証明の申請を米連邦航空局 FAA に行い、4月29日付で受理されたと発表した。26年以降に日本での形式証明の取得と商用運航の開始を目指すとしている。26年以降ね、これでおしまい。なんで日本よりアメリカで先出すのと日本で出したらええのにと思いますけどね。まあええけど、はい。どういうんでしょうね、その一つの目玉でしょ、空飛ぶタクシーというのがですね。それがまあ間に合わなくなった、まあ技術的な理由なんでしょうね。でもアメリカには形式認定出したということはね、ある程度完成してということなんですよ、ものは。で、日本には26年出すということは、日本のですね、規制にはですね、まだ難しいところがあるということですね。ということは、日本のアホな役人がですね、アホな規制をいっぱい設けてですね、邪魔してるんちゃうかと、私なんかすぐにそっち方面を考えてしまうんですけど、アホですね。アメリカで降りるんやったら日本で降ろしたらええないかと、私は思いますけど、それアメリカが全てね正しいとは思いませんけども、航空技術という面においてはですね、アメリカの方がですね進んでるわけでしょ。であればアメリカで下ろしたやったらええやん、もうそのままそれ日本で使おうやと。いやっと落ちるだけでしょ、下手したら、ね、でそれは乗る人は乗る人の責任なわけですからね。しゃあないやん、そんなんて、確保して乗ったらええねん。僕絶対乗らへんもん、そんな嫌やもん。はい、なんでね、まあ、別にまあええんちゃうのと私なんか思いますけどね。まあ、万博のね一つの目玉でしょ。でこれいくら払うのか知りませんけどね、仮に飛んだ場合でも、まあまあでも乗りたい人は乗ったらええやんと思います。で空飛ぶ車とかって言うてますけどね、車ちゃうやん、飛んでるんでしょいわゆる飛行機の一種なんですよ。なんでそれをみんな車っていうのかですね、私はそれを不思議でしゃあないです。あれでしょ、ドローン、人乗せドローンでしょ、簡単に言えば。人を乗せるドローンで言われて、人って重たいですからね。人を乗せるのってやっぱり相当なですね、エネルギーというか馬力が必要なわけであってですね、地べた走るのに比べたらですね、仮にそれガソリンエンジンでやるとしたらですね、燃費は相当悪いんちゃうかなという気はしますね。地べた走ってる方がですね、燃費はむちゃくちゃいいはずなんですよ。だからそこに意味があるのかということですね。でしかも地球には重力というものがあるんで、常にそれに逆らってるわけでしょう。ということはですね、逆らえなくなった場合落ちるわけですよね。空中にあって、墜落した場合はですね、非常なショックがあってですね、人間の命がですね、なくなる場合もあるわけです。だから地べたをですね、車でタイヤで走っているのに比べたらですね、はるかに危険性は高いものであってですね、その高い危険性をもうですね、凌駕するほどの利便性があれば意味があるんですけど、あるんですか？
で、ですね、よく未来社会を見ますとですね、このビュン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 とですね、空飛ぶ車と走ってますけど、あの、なんと言いますか、今のやり方ってあのプロペラを回して舞い上がっていくわけでしょ。それだとですね、意味ないんちゃうのと。地べた走ってる方がですね、はるかにですね、あの速くはないにしろですね、安全でですね、効率的に物が運べるんちゃうなと。空飛ぶことによって空をガンガン行くことによって意味があるんであればですね、空開発するのもええでしょうけども、ちょっと無理ちゃうかなと思うんですよね。この重力に逆らうのにあのプロペラの力を使うんやということであればですね、ちょっと無理があって、あのリニアモーターカーみたいにね、あの時期において地べたから浮かすというんであればですね、まだ意味があってですね、あのたくさんの人間運べますしね。いやだから空飛ぶ車って今のところですね、あのプロペラを回して揚力をつけるという方式が基本であればほぼ意味がないはずです。やる意味ないんだから空飛ぶ車ってアホやなと思って見てるんですけど私は。いやただ物珍しいだけやんということですね。いやミニ飛行機でしょ簡単に言えば、なんでそれを車と言い換えるのよと。でやっぱり操作するのはですね、乗用車に比べてはるかに難しいはずなんですよ。それはそうでしょだってその普通に走るのは単純にアクセルとブレーキがありゃですね、調整してあとハンドルがあればいいわけですけどもですね、それに加えてですね、その上がる地べたから上がるわけですから、その揚力とかその他ですね、あと風が吹いてきたら飛ばされるわけであってですね、天候も見なあかんしですね、あの人間がですね把握する景気がはるかに増えるわけです。車ではスピードメーター見てないだけでしょ基本的には基本的にはスピードメーターは別に見んでも大丈夫ですね、目の前見たらいいだけですけども、いやその空を飛んでるとですね、飛行機と一緒ですから景気いっぱい見なあかんでしょ、うん、それでですね、車止める場合はあのブレーキ踏んだらいいだけでしょ。ちゃうやん空飛んでたら着陸しなあかんやん着陸をふわっと着陸せんとですね、そのまた機械が傷んだりするでしょ、ガツンとできないでしょ。いや何の意味があるんだろうと思うんですよまあ別にね、作りたい人が作って乗りたい人が乗ってですね、まあそれで整列してりゃいいんですけどですね、まだまだ商業性もないしですね、それを開発する意味もないしですね、いや意味ない。だからですね、存在する意味がないわけです。ドローンはありますよ。ドローンには意味はいっぱいあったんですよ。まああえて言いませんけど、いろんな意味でドローンには意味がありますけど、空飛ぶ車と称するですね、あの変な飛行機にはですね、実用する意味がないというふうに言い切ってもいいんちゃうかな。あのお金持ちの道楽でね、成田まで行くのにですね、どんだけ早く走ったって1時間ちょいかかんないの、それを30分で行きたいという人に対して提供するって、まあそういうぐらいの意味しかないんちゃうかなという気がしますね。しかも事故率が高いということです。なんかね、こうアホなことしてるんちゃうかなという気がしてしゃあないのは私だけでしょうかということですね。一応これ貼っときますね。共同通信、万博で空飛ぶ車商業運行断念、スカイドライブ25年の目玉という記事でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。